YouTube 自体は実は3年くらい前から出演をしてたんですよね。うんうんうん、なんか所属してたその事務所が経営しているというか運営している YouTube に出演させていただいてはいたんですけど、自分のチャンネルっていうのはなくって、その芸能事務所を退所してフリーになったことをきっかけに自分で何か発信得たらなということでスタートさせました。あの、私広島に引っ越してきたのが4年前なんですよね。それまではあの北海道で過ごしてた13年ほど。そう、あの結婚してたんですけど、あの主人が亡くなりまして、三回忌を迎えて、自分がちょっと肺に腫瘍ができまして、実は片方の肺をその切除しなきゃいけないことがあって、まあね、やっぱり身内もいない北海道にいるのもなっていうことで、まあ、心機一転、子供の頃に住んだ経験のあった広島に、そうですね、今まではその撮っていただくとか、その撮影したり編集したり、その期限に間に合うように何か提出したりとかっていう、その事務作業も含めてですけど、自分一人で何もかもするっていうことで苦労ですよね。そういうのがすごく分かりました。制作側の本当にこの表に出る側じゃなくて、裏側の人たちがどれだけ大変な思いをしてものを作り出してるかっていうところは本当に痛感しました。そうですね、やっぱり初めてドスッピンで出た動画ですね。ちょっと恥ずかしさもあり、でも絶対に面白いはずだなって自分で言ってやっぱりその動画がきっかけでバーッと YouTube が伸び始めて、それまではもう本当にぼちぼち1万回行くか行かないかぐらいの感じだったので、そこからもう何十万回っていう数字がバーッと上がったって感じだったので、あの本当になんかあの普段このすっぴんの状態だったら、あ、モンゴルの相撲の方ですかみたいなすっぴんだから、なんかまさかこうなると誰も思ってないわけですよね、そのすっぴんから。やっぱりそのビフォーアフターがすごかったのですごく楽しんでもらえた動画になりましたね。なあのやっぱりコンプレックスを出すことで、あの共感をいただいたって感じですよね。それをさらけ出したことによって、なんか、あ、私も分かる分かる、あるよみたいな、もう私もすごいニキビもあるしみたいな感じで、みんながあのさっちゃん私も悩んでるよみたいな感じで、本当にそこでなんかみんなの絆が生まれたみたいな。悩み大きい、そのコンプレックスを誰もがやっぱり少なからずともみんな持ってるので、なんかみんながなんか分かるみたいな気持ちになってくださったって感じですね。そうですね、やっぱりあの、そのやりたい YouTube の内容にもよると思うんですけど、あまり偽物を作らないことですね。偽物を結局は自分の首を最後締めちゃう部分もあるし、限界が来ると思います。作り込んだキャラっていうのももちろん楽しいので、それはそれで徹底できればいいんですけど、なのであの気軽にやってもいいと思いますし、気軽じゃなく本気で取り組もうって YouTuber としてやっていくぞっていう思いがあるのであれば、覚悟をちゃんと決めて、人に迷惑をかけないとか、きちんとしたルールを自分の中で作るべきだと思いますね。やっぱり発信するっていうことがどれだけ責任を負ったりとか、どう傷つける可能性があったりとか、あの慎重さをやっぱり持っていただきたいなとは思います。